諏訪ひろみのシングソング桜平。諏訪ひろみのスイングソング桜平。この番組は建設機械レンタル販売修理重機運搬車検整備ゴルフ総合練習場インターゴルフガーデン株式会社上田技研の提供でお送りします。今週も元気に諏訪ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。諏訪ひろみです。いやー諏訪さん、はい、暑いですね暑いです ね, ねいや諏訪さんもう先週末はすごいご活躍、はい、ねえコスモスワークスの、ね、方からもね、はい、あのこれちょっと諏訪さん食べてもらって元気出してくださいよってね持ってきてくださったりとかね、はい、あコスモスワークスはまだ行ってないですよ、はい、まだ行ってないですね今週はどうでしたか。先週はどうでしたか。これからコスモスワークス、そうそう、ね、コスモスワークスさん、あのいっぱいあのおやつをいただいてしまいまして、はいはい、なんか可愛い袋にそれぞれ入っててどうしようかと思って、あらみんな私が食べたらたまた大変なことになるなと思いつつ、あの本当におせんべいとかクッキーとか作ってるんですけど、うん、美味しいんですよね、はい、美味しいですね、はい、それでコスモスワークスさんのコスモス祭には、はい、あのバザーがありまして、はい、で皆さんからあのバザーに出していただく品物を募集してるんですよね、はい、毎年あのやってるんですけれども、はい、で阪神淡路大震災じゃなくてあの東日本大震災ですよね、はい、まあ、もちろん阪神淡路大震災は本当に、ね、大きな被害があって今も、ね、苦しんでいる方はたくさんいらっしゃいますけど、たくさんいるんですけれども、はい、あの東日本大震災が起こってから、はいはい、コスモスワークスさんでは、バザーの収益のお金を全部佐久市の姉妹都市の岩手県の大船渡市にお送りしてるんですね、はいはいはい、で大船渡市の中でも、障害を持たれている皆さんのところに使ってくださいということであのやられているんです、はい、いやこれだけ継続されてるってのは本当に素晴らしいことですよね。そうですね、震災がこう風化されてるなんてよく言いますけども、うん、あの継続してやることほど難しいことっていうのはなくて、うん、できることからそういうふうに積み上げておやりになってるんですね。そうですね、うん、あの割とこうドーンとでっかいのとか派手なのっていうのはこうメディアで取り上げられたりとか、はいね、印象に残りがちなんですけれども、うん、やっぱりちっちゃいことでも継続していくのってやっぱり本当にね、中村さんよくおっしゃってますけど繋がってる感じがしますし、あの金額またねご紹介していきたいんですけれども、はい、徐々に徐々にこう皆さんの本当にバザーっていうのは皆さんの協力でじゃないですか、品物を出していただいて、でそれをまた必要とする皆さんがお求めいただいてということなので、そんな感じで活動されてあのいるんですね、そのコスモスワークスのお祭りで、はい、なのでまたぜひあのバザーの方を協力していただければと思います。あの品物出していただいたり、またお買い物に来ていただくのもいいかと思うんですけど、うん、はい、私も結構掘り出し物を探して好きなんですよそういうの。諏訪さんも諏訪ひろみバザーみたいな。いや私あの買うの専門で。あ、買うの専門ですね今すごい情報が出てきたなとか思っちゃったんですよ。あ、出すのもいいですよね。でもなんか諏訪ひろみブースとかあったらね楽しいかもしれないんですけど、なんか変なもの、和風にリスナーの人がこぞっていくみたいな。いやなんか変なものたくさん出してしまいそうな。諏訪さんこんなもの読んでたんですかみたいな。こんな本で育ってるんですか今の諏訪さんはみたいな。いやみたいな ね、なっちゃうんですけれど、何ですか、はいはい、それマガ本ですかね。わかんないですけどね。今日はちなみにドラえもんの水田わさびさんの誕生日だそうですけどね。あ、そうなんですか、はい、まあ、ドラえもんも楽しみですよね。ね、本当にね。どうしてもまだ大山信代さんの声がね耳について離れないっていう。離れないです ね、自分もいますけどもね。あの 3D ドラえもんですか、はい、あのなんかこう映画の予告編で見ると、はい、なんかドラえもんどうしたの、洒落てるじゃん最近って思っちゃいますね。さすがに今時のドラえもんっていう感じがしてね。そうなんですよ。それはそれでね、今の小さい子たちにね、あ、ドラえもんの声だっていうね風にはなってると思いますけどね。 なってるんですけど、あのこの 2D の平らな感じのねドラえもんが本当にね、はいはい、懐かしい
しい感じです。懐かしいですね。最近はなんかあのテレ朝さんのあの特別番組でもね、うん、出てくるドラえもん 3D っぽいみたいな、ね、そうですよね。で裏で水田さんが多分声を、あ、そういうこと言っちゃいますね。本当にね、お母さんたちの夢崩しちゃいけませんからね。夢、そう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 、はいはい、それで話が、あ、はいはいはい、コスモマークさんの、 あの、はい、日時教えていただいてもいいですか。あ、ですね、はい、8月の、一番最後の、土曜日です。はい、8月一番最後の土曜日ということですから30日になりますね。そうですね、はい、皆さんぜひ、はい、バザーやりたいという方はね、そうね、ぜひ問い合わせていただきたいと思いますけどね。あの、はい、こうすっごいこういろいろ掘り出し物があるのでぜひ皆さん来ていただいて、で諏訪宏美ショーを見たり、はい、ま、あのいろいろ出るんですよ。多分今年もあると思うんですけど、はい、なんか食べ物販売、はい、あとお野菜販売とか人気なんですよ、はい、ね、はい、いや本当にね、コスモスワークスさんのあの本当いろんなものがあの昨年のイベントとかでね食べられる機会っていうのは結構あるんですけど、うん、僕もね何回か食べてるの本当美味しいです、うん、なんすかね、こう真心を感じるパンっていうか、うん、クッキーっていうかね、そうそうそう、本当ね心が伝わってくる、優しい味がするんですよ、うん、ね、だからねやっぱりね目にすると食べたくなりますし、そうですね、どうしても私食べ物の話ばっかりなって言って、ね、言えないですけどね、レモンのクッキーがね あるんですけど、知ってます、あれが私衝撃的でハマってるんです、ずっとハマってるんですよ。レモンのクッキーだけ食べたいみたいな感じのあとチョコチップだけ食べちゃいたいみたいな、なんか ね、 ね、 ね、本当に味も美味しいですけど心も感じる、はい、ね、ぜひですね諏訪宏美さんのショーもありますので皆さん合わせてご予定立てていただきたいと思います、はい、来てください。さあ宏美さん、あの、はい、来たメッセージね、皆さんどんどんメッセージ送ってください。リアルタイムでねメッセージ読んできますので、はい、今パソコンの前にもおりますのでね、はい、メール来た順に読んでいきたいと思いますんでね、はい、台湾のヨウさんからメッセージ届いてますよ。おはようございます。はい、中村さん諏訪さん、うん、日本の皆さんへおはようございます。おはようございます。ダッチャザワン、ダッチャザワン、おはようございます。ダッチャザワン、手振ってますよ、ね、昨日はワンピースで宏美さん手振ってくださってます、はい、ワンピースデーに行ってきました。あの漫画のワンピースです。はいはいはい、まあ、アニメのって言った方がいいですかね。すごく感動しました。本当に行ってよかったと思います。 FM 桜平最強アイドル諏訪さん、今日も諏訪さんの生歌お待ちしてますよ。いや、なんか背筋が伸びてしまいました、ね、はい、ピーンと伸びた諏訪さん今僕目の前で見てますけど、ね、す生で見たいという方はあの桜平スタジオにもぜひいらっしゃいます。そうですね、今日はね大西貴文さんのザナイトも生放送、ね、ね、ありますけども、そうですよ ね、 ね、諏訪宏美さんはこの時間でも見られますので、はい、ぜひこの時間から来ていただきたいと思いますけどね。お願いしたいと思います。はい、さあ、他にもメッセージ届いてますか、諏訪さんお願いします。そうなんですよ、そう、すいません、あの、ね、メッセージの前にはそう週末のところで振られたら素直に言えばいいのに、全く渡したらね、そうそう、そう、あのちょっとしたね曲がったんで、ね、あれ、ね、ないのかなってちょっと思って、そんなことないですよ、もうダメだ、忙しいって言ってたんですから、引っ張ってる、もうすいません、ね、コスモスワークスさんの、はいはいはい、ね、もう食べ物の方に行っちゃってすいません、はいはい、あのです、昨日はね小諸市の南ヶ原で、はい、あ、そうだそうだ、はい、南ヶ原で、はい、歌ってきましたよ。南ヶ原の皆さん聞いてますか。そう、南ヶ原の皆さん聞いてますか。呼びかけるって言ってきちゃったんです、すいません、ちょっと失礼しますね。はい、どうぞどうぞ、はい、藤尾さん、はい、仕事はかどってますか。奥様昨日はありがとう。水井田園芸さん、今度カーネーション待ってますよ。フーガー力丸一輝、金玉園の児玉さん、花ちゃん、山岸さん、チャーター昨日はありがとう。今日もよろしく。もうあれですね、ひろみさんのイベントに出るとこういう特典もつくんですね。そういうことじゃなくて、でもきっとねラジオの前で喜んでいらっしゃると思いますよ。ちょっとねエコーかかりすぎてすいません、本当にすいません。チャッターって犬なんですけどね。チャッターって犬なんです、犬なんですけどね。そう聞いてなんか、そう、そう、私の声聞いてなんかしてるのかなと思って、すごいいつも気になってるんで、多分尻尾振ってねぐるぐる回ってる、はい、どこにいるどこにいるのってね、なってるひろみさん、どこぐる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 って、ね、楽しみですね。ね、いやでもね、こういう触れ合いっていうのがね大切ですよ、本当にね。そうですね。で、あのひろみさん、コンサートどうだったんですか、あの状況っていうか。あ、すごい楽しかったです、うん、本当にあのちっちゃい子供さんからあの年配の方まで一緒に楽しんで聴いてくださって、デュエット一緒に歌ったりとか、はい、あとアナ雪もちょっとやったんですけど、子供たちが一緒に歌ってくれたりとか、うん、なぜか替え歌で違う歌歌われてたりとか。あれなんですか、子供たちの間でなんか流行ってるんですか。はい、そうですね、替え歌が。そうなんですよ、
の映画を見たことないのに、はい、動画サイトで今見れるじゃないですか、はいはいはい、それでいろんなアナ雪を、うん、で言葉ってやっぱり覚えるの早いですよね、もうみんな歌詞完璧に覚えててちょっと私焦りながら焦りますね、子供の前が一番緊張するっていうね、そうなんですよねもうあと本当にね美味しいね、なんかねあのニジマスとかアユとかいろんなあの美味しい、トウモロコシとか食べさせていただいて、手作りでアイスも作っちゃったんですね。あ、うん、なんかアイスもそうなんですよ、楽しいイベントで、ね、よかったですね、はい、本当に ね、まあ、ね、あとね荻高さん あのライブとか、あのゴロピカさんのファイヤーパフォーマンスですか、ファイヤーパフォーマンス、はい、初めて見たんですけど火吹くんですよ口から火を吹く、いや本当に火回したりとか、太鼓叩きの、はあ、すごいですね、幻想的な夏やなーっていう感じのねイベントで楽しませていただきました、ね、いや本当ね、あの諏訪さんのライブを見られた方本当にね、ありがとう、またあの感想メッセージなんかも待ってますからね、そうですね、送ってくださればありがとうございます、ファックス番号0267-65-8880、はい、メールの方は、はい、FM 桜平ホームページからです。さあひろみさん、メッセージ届いてるので、はい、どんどん紹介していきましょう、はい、ならないのです、はいはいはい、リアルタイム待ってますからね、はい、パソコンの前におりますのでどんどん送っていただきたいと思います、はい、どんどんリクエストとかね、ひろみさんに聞きたいこととかね、夏休み中のね、お子さんなんかねいらっしゃったら、諏訪ひろみさんって誰っていう方ね、ぜひこの機会に質問、いろんな質問待ってますので、ね、うん、FM 桜井のスタジオにも来てくださいはい、はい、それでは紹介していきたいと思います。西ちゃんとハッピースマイルさんからいただいたメッセージです。西ちゃん、ありがとうございます。ひろみさん、中村さん、おはようございます。おはようございます。ご無沙汰しています、はい、おはよう、途中お見舞い申し上げます。お元気でしょうか。ありがたいですね。お元気でしょうか、はい、中村さん元気ですよね。はい、僕結構元気です。そうですよねなんか今日頭が痒くて帽子かぶらなかったそうなんですよねもう頭が痒くなっちゃって、これね耐えられないと思って帽子グッとかぶる。帽子かぶるといいんですか、それ。なかなか、ね、収まってますね今ね。あ、でもなんかヘッドホンでも収まらないんですか、やっぱ帽子ですか。なんかね、ヘッドホンのこ、か、まあこういうこと言うとなんか朝の時間ね、あれなんです、はい、皮の部分がねちょっとね当たって痒くなる。あ、気持ちが分かりますね。あ、なるほどね。そうなんですよ今ね、爽やかなブルーの防水で、はい、はい、すいません、はい、ひろみさん、ちょっと帽子かぶりながらごめんなさい、とんでもないです、はい、はいはい、私も元気ですよ、はい、もう番組始まったらパシッとテンション上がりましたって、はい、ちょっとテンション低めでしたけど、ね、なんかもう頭の中がでもぐる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 しててどうしようかと思ってたんですけどね、これもやんなきゃあれもやんなきゃ、そうなんですよ、ね、あの歌詞この歌詞ふんふんふん、あのメロディーがあっち行ったこっち行ったみたいな感じで、ね、ちょっと具合悪そうですけど、さすがひろみさん、どうしよう、僕の前に立つとねピシッと明るい笑顔の、いやいや見せてくださってますよね。もうグダグダな生歌になりそうで怖いんですけど、いやいや、そうそう、それでメッセージ続きますよ、はいはいはい、ます、毎日暑い日が続いてますけれどね、はい、さて週末の土曜日は県内あちこちで夏祭りが行われましたけれども、はい、自分は東御市市民祭りに食パンの踊り連で参加しました。いいですね、ですよね、夏祭りに踊りで参加する、今年は結婚して初めての夏とあり、奥さんも一緒に参加して2人で踊り踊り汗だくになって楽しんできましたいいなー、新婚の夏、いいですね、暑い初めての夏、ね、はい、初めてかどうか分かんないですけど、はい、新婚、あ、結婚しては初めてですからね、結婚してから初めてですね。ひろみさんはどこかお祭りに参加してきましたか。まだあのお仕事では行かせていただいてるんですけど、すね、うん、仕事抜きっていうのはまだないので、うん、そうですね、まあ、どっか行ってみたいですね。お祭りといえばもう仕事ですよね、ひろみさん、ね、大体ね、そうじゃないと大体なんか家にこもってしまうみたいな、混んでるからやだみたいなねあるんですけれどもね、はい、はい、土曜日が雨が降らなくて本当に良かったですよね、うん、そして、今夜 FM サクダイルから全国の、生放全国へのですよね、生放送番組が公開生放送となりますけれど、はいはい、奥さんと2人でお邪魔したいと思っています。これは生大西高文さんのこう爽やかな風に触れてみてください。もういるだけでね、こう、 うわエアコンかなっていう、でもなんかもう本当マイナスイオンたっぷりですから、爽やかなんですか。もう本当に爽やか。でもラジオから聞いてくる、聞いてると聞いてますね、ひろみさん、爽やかっていうよりはちょっと違うイメージがあるんですけど、いや、なんかこう低音のね、うん、いや本当バリトンボイス、うん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 、素晴らしい低音で、もう見た目が爽やかなんです。あ、見た目がそうなんですね。これがいやこれね言葉ではね説明できないんですけど、いや、どのぐらい爽やかなのかっていうの、その答えは、ね、今日の夜
9時からの生放送、そうですよね、カミングスーン、ね、カミングスーン、朝聞いちゃうとなんか違うんですよね。あ、朝聞く、あの番宣でね、そうそう、番宣で聞くとなんか違うんですよね。やっぱりね、やっぱ夜ですか、なんですか、もうすっごいコミュニティ業界でもう10年以上ねおやりになってる番組なんで、やっぱ夜の顔ならぬ声、だからね、やっぱり朝の番宣っていうのはやっぱこれスタッフとも相談しないといけないんですけど、でも今日は朝に、ね、番宣流していただくいいと思うんですけど、そうですよね、やっぱりね、やっぱ夜の声を大にした、夜の爽やか、いいですね、これはね、なんか夏の夜にぴったりですかね、本当に奥さんと西ちゃんいらっしゃるということですけれども、はい、さらに今日はこの番組をもちまして、はい、FM 作平のリスナーを卒業することにしました。あら、西田さん、これ何回目ですか、これまた卒業ですか。サイバーのラジオもなどが始まってから、さらには番組改編などがあり、はい、なかなか聞けなくなってしまいました、はい、FM 作平さんには長い間のリスナーとなりました。そして今日まで本当にありがとうございました、はいはい、ちょうど潮時かなと思っています。スタッフの皆さん本当にお世話になりました。西ちゃんとハッピースマイルさん、あららら、寂しいですね。でもね、本当にね、いつも言ってるんですけど、あの気持ちにね、こうゆとりが出た時にまたね、ぜひ聞いていただければ、まあ、卒業もあれば入学もあるということでね、そう、たまにほらね、編入もねありますし、そう、気にしなくていいですよ、本当、卒業宣言ね、していただいても、ぜひね、気持ちになるときは、あ来ちゃいましたって感じでいいんでね、そう、再入学ね、そうそうそう、はい、まあ、ね、ヒロミさんもちょっと寂しいですからね、卒業なんていうとね、すごい寂しいです、今、テンション、激下がりしました、ね、今、顔がもう、激下がりの顔してますもん、ヒロミさん、本当にどうしよう、読んじゃっているけど、このまま、なんか、ここで、どうすればいいのっていうね、いや、大丈夫。でも無理しなくていいですけど、そう無理する必要はなし、はい、でもね、でも待ってますから、また本当にたまにでもいいので、ね、覗いてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、そして、ね、宇野塾リクエストをいただいたんですね。どうしますか、どうしましょう、これたまには、CD で真面目に聞いてもらおうかなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、わかりました。じゃあこの時間 CD でお届けしましょうか、宇野塾ね、ちょっとだけ行ってみましょう、はい、じゃあ諏訪ひろみさん、フルネームで言っちゃいましたけど曲紹介お願いします。諏訪ひろみで運の塾。諏訪ひろみのスイングソング作題だ。この番組は建設機械、レンタル販売修理、重機運搬車検整備、ゴルフ総合練習場、インターゴルフガーデン、株式会社上田技研の提供でお送りしました。諏訪さん、一言お願いします。9時台も多分絶対いると思うので、バイバイ。毎月11日は信州挨拶の日です。家庭や地域でお互いに挨拶をすることで、みんなつながり、地域を元気にし、地域ぐるみで子どもたちの育ちを応援する運動です。まずは家庭から、まずは大人から、子供へ心を込めて挨拶をしましょう。佐久市からのお知らせでした。Let's go in search of the charm of Sakdaira. 76.5 FM. FM Sakdaira.
この時間も元気に諏訪ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますさあ9時台ですよ、ひろみさん。ガチャガチャしてますね。ガチャガチャしてますね、はい、今日もね、もうね、2人でね、リアルタイムメッセージ届いてますよ嬉しいですね。作詞ビールが命の母 A さんです。 ありがとうございます。中村さん、ひろみさん、おはようございます。おはようございます。承知お見舞い申し上げます。されます、はい、今週7日には暦の上では立秋を迎えます、はい、早いですね、ひろみさん。早いですよね。もう秋ですよ。連日猛暑で体調を崩していませんか。シングソング作平も10年と長寿コーナーになっておりますが、はい、コスモスワークスでのひろみさんの出演も本当に長くなっていますね、はい、被災地支援もね、はい、被災地支援も継続されているそうなので、はい、ぜひぜひ長く長く長くご活躍くださいと、うんうん、ひろみさんメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。毎週月曜日朝のアイドルはひろみさん。お体に気をつけて元気な声を届け続けてくださいね。よだれでそうになっちゃった。ありがとうございます。頑張りましょう。頑張りましょうということでね、メッセージ届いておりますよ。ありがとうございます。はい、本当にね、ビールが命の母 A さんも、ずっとずっとありがとうございます、ね、はい、本当嬉しいことですよね、はい、嬉しいです。さあ、メッセージもね、いっぱい届いてるんですけど、はい、読んでいきますか、ひろみさん。はい、のむさん。はい、のむさん元気ですか。のむさん、はい、聞いてますか、のむさん。のむさん、はい、のむさん寂しくないですよ。のむさん、はい、ごめんね、はい、のむさん、ね、のむさんのメッセージどうですか。はい、のむさん、はい、のむさん今はいよって言ってたと思いますけど、はい、のむさん、はい、どこに行ったのかな、はい、のむさん。あ、のむさんこちらにありますよ。のむさん、これですか。はいはい、ヒロロへ週刊キャッチコピーでね、なんかいっぱいのむさんが、はいはい、あ、これ、あ、はい、あれ、のむさん、いろいろのむさんがあったんですけど、聞いてますか、ね、滋賀県からありがとうございます。一夜限りの週刊キャッチコピー生歌リクエスト曲、ん、あ、あ、収集つかない朝が、ん、ん、週が始まったそうね、すいません、何叫んだのってすいません、週刊キャッチコピー、はい、ご省略、静かに静かに、ただ静かに、ひろろよろしくお願いします、はい、セミしぐれのシャワー、夏真っ盛り、ひろろん夏休みサマーバケーション、夜空にセリクの輝きはじける季節。ありがとうございます。いいですね、全力で読んでくださってる、本当ありがとうございます、ひろみさん。はい、あの、はい、これあの初めて聞いた人、何やってんだいっていらっしゃると思うんですけど、このね、はい、月曜日の諏訪ひろみさんのシングソング作平延長バージョン、はい、9時台ね、9時30分まで毎週お届けしてますけど、はい、滋賀県ののむさんっていうね、はい、ありがたいリスナーの方がいらっしゃいまして、毎回キャッチコピーを作ってくださって、それを諏訪ひろみさんのキャッチコピーを作ってくださって、それを諏訪さんが全力で読むっていうのがね、はい、この番組恒例になってるということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この時間もありがとうございます。そして、はい、そう、はい、延長やってるんですけど、はい、延長戦です。中村さん、はい、あと15分やってくれねえかいって昨日言われてきたんですよ。15分誰に言われてきたんですかこれ。リスナーさんに、なんでって聞いたら、15分やってくれるとちょうど仕事が終わるって言われたんですよね。でその話を人にしたら、15分早く始めればいいじゃないかって話だったんですけれどもね。あ、なるほどね。お仕事、その人の仕事の方ね。あ、そう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 。今番組8時25分から始まるかなと考えたんですけど、後ろにはみ出せって言われたんですけど、後ろはちょっともうはみ出せないのでみたいな感じで、うん、結構笑いましたね。いろいろなこうみんなの返しがおかしかったですね。いや、でもそれだけね、長く聞きたいという声があるということは嬉しいことですよね、嬉しいですよね、ひろみさんね、はい、皆さんからのリアルタイムメッセージも待ってますから、どんどん送ってくださいね。待ってます、はい、そして、のむさんちのリクエストで、はい、のむさんちのリクエスト奥様リクエストが、はい、あ、そう、奥さんもいらっしゃるからね、恋歌つづりです、はい、恋歌つづり、あれ、恋歌つづりっていうのはあの、そうですね、有名な堀内孝雄さんの曲です、はい、で、のむさんリクエストが夏の日の思い出、日野照子さん、これちょっとね難しかったんですけれども、うん、さっきちょっと覚えたんですけど、今全部完全に飛んでますんで、恋歌つづりの方だけ行ってみたいと思います。ガチャガチャしてて飛んじゃってごめんなさい。はい、はい、じゃあお願いします。じゃあ準備が整ったらお願いします、はい、どうぞ。ああ、夢はぐれ恋はぐれ、飲めば飲むほど寂しいくせに、あんたどこにいるの、あんた会いたいよ。なんでしょうかね、こう
晩酌がしたくなりますよね本当にね。ドラマの主題歌でしたっけこれってね、なんかの主題歌ですよ ね、ありましたよ ね本当にね素敵な曲、まあ、ひろみさんバージョンも本当素敵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ他にもメッセージ、あのリアルタイム皆さんどんどん送ってくださいね、ひろみさんへの質問、リクエスト曲何でも構いませんからね。はい、ゆきさんのメッセージを紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。ひろみさん、てちろうさん、上田義賢さん、そして全ガチョメのリスターさん、おはようございます。おはようございます。ゆきです。ゆきさん、あなたの最強アイドル大募集。今日のテーマですね。ですが実は学生時代過去20年、はい、いや30年近く前、はい、バイト先で小泉今日子さんにお会いしたことがあります。それすごい羨ましい。ほら全開。でも気さくで本当にいい人でした。はいはいはい、アイドルに疎かった私ですがその魅力が飛び抜けていたことを思い出します。へえ、いいですね。いいですね。キョンキョンいいな。うん、あと高校生の時からシンディローパーさん、今はもちろんヒロミさんです。ありがとうございます、はいはい、お気遣いいただきましてありがとうございます。はい、あとそういえばシンディの生歌リクエストあったような。おそうですよね、すいませんユッキーさん。まあいいか、あ すいませんまあいいかということで、あのまたまた、まあ、いいか、すいません頑張らなくてまあいいか。頑張ります。はい、頑張りますよ。今週も一週間頑張っていきまっしょい。まーいありがとうございます。ひろみさんの周りは元気が出ますね、本当にね。ゆっきーさんありがとうございます。でも小泉今日子さんって羨ましいです ね。いいですよね。今でも僕雑誌とか小泉今日子さんあるとちょっと見ちゃいますけど、ね。見ちゃいますよね。本当に見ちゃいますね。ああ私はねなんか女性アイドルの方が好きだったんですよ。あ、そうそう、アイドルどうなんですかひろみさん。ひろみさんが好きだったアイドル。いや女の子ばっかりですね。なんかちっちゃい頃からなんか。あの本当に浅田美代子さんが可愛いと思ってみたりとか、いいですね、石野真子さんのあの髪留めが素敵とか、キャンディーズのあの洋服がとか、本当になんか浅丘めぐみさんのこうなんかあの髪の毛の切り方どうなってんだあれにやりしたいとか、いろんななんか女子ばっか見てましたね。羨ましくて。やっぱり諏訪さん小さい頃からそうだったんですね。よくそうだった。やはり歌手の人にこう目が止まるというか。そうですね。しかも女子ばかりっていうのはね、私、別に男の人も好きですよ。うん、普通に。ちなみに男の好きなアイドルって誰かいました？特にないです。やっぱり女性アーティスト主観の。そうです。あのね、やっぱりね、聞くよりも歌いたいんですね。でもなんかあのマッチのハイティンブギが好きで、はいはいはい、なんかあの目の前で歌ってほしかったですね。マッチ大好きっていうのはあのおはようスヌーピーさんもね、そこにおっしゃってましたけどね。あ、まあ、マッチが好きであのマーチを乗りましたっていう。よく分かんなかったんですけど、でもね気持ちは分かるっていうね。ね、本当にね。さあ、あとこの時間13秒ですが、9時10分以降も皆さんからメッセージ紹介しながら諏訪さんに、はい、生歌答えていただきます。はい、野球の歌歌います。あ、野球の歌なんだか、はい、ちょっと CM の後お楽しみに。楽しみに。大西貴文です。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているザ・ナイト、最新の R&B から懐かしいロック、ポップス、AOR まで渾身のセレクトでお届け中。おっきのステーションでお耳にかかりましょう。ミュージック&コミュニケーション For you of a driver Today is also safe driving at music 76.5 FM FM サクダイラ。ひろみさん、みーちゃんからメッセージ届いてます。はい、はい、リアルタイムメッセージありがとうございます。福島県からですね、サイマルラジオ聞いてくださってますが、諏訪さんおはようございます。おはようございます。はい、今日は元気な諏訪さんの声が聞けてとってもとっても嬉しいです。はい、諏訪さんへのリクエスト、今日はもう遅いので来週にでも聞けたらと思ってるんですけど、うん、先ほどメールでも送った大好きな斉藤由紀さん、本読ませていただきましたけどね、斉藤由紀さんの曲を諏訪さんに歌ってもらえたら本当嬉しいんです。曲はお任せします。では毎日暑いので体調など崩さないようにしてくださいねっていうね、ミミちゃんからメッセージいただいてますけど、もうミミちゃん何言ってんですか。ひろみさんは女性アイドルが好きで大きくなったっていうね。そうなんですよ。はい、はい、女性アイドルをご飯に、おかずにみたいな。そうなんですよ。あの思春期の男子中学生みたいなこと言ってください。でもね本当にねお詳しいひろみさんですから。そんなことないんですよ。いや斉藤由紀さんの曲もいける。そうなんですよ、ね、
ちょっとちらっと今日ちら行きしましょう。はい、ちら行きしましょう。はい、ちら行きね。はい、はい、ああ卒業式で泣かないと冷たい人と言われそう。でももっと悲しい瞬間に涙は取っておきたいの。お、ひろみさん。いやでも斉藤由貴さんって本当にいい曲歌ってらっしゃいますね。すんごいね、好きな曲たくさんあるんですよ、実は、ね、アルバムの曲とか。あ、はい、そうですか。そうなんです。顔が生き生きされてます、ひろみさん。すいません。本当にね、みーちゃん歌聞いていただけましたかね。、はい、この後もリクエストお願いしますよ。はい、お願いします。はい、待ってます。はい、メッセージまだまだ届いてますね。はい、はい、そうそう、さっきのノムさんなんですけれども、はい、まあまあいろいろね、ほら、うん、アイドルはいたんですけれども、はい、桜田淳子さんの瀬恵子さんだったんだけど、はい、一郎ちゃん、はい、今私とジョニーはこのマドンナを置いてありません。わかるかな。わかるはず。自分で読むのもなんだけど、私のことが書いてある。宇宙の片手に視力の輝き放つ星スバッとした。え、一郎ロン。一途です。これなんか間違いかな。エイチロロンだった。ヒロロンです。ヒロロンがエイチロロンだよね。はい、 ありがとうございます。ヒロロンの HY がね、エイチアロロロンになっちゃったっていうね。はい、ありがとうございます。ね、はい、さあひろみさん、はい、ね、もうメッセージも届いてますけど、どんどん行っちゃいましょうか。いっぱいいただいてるんですよ。はい、いっぱいいただいてるんですよ。ハチニーカローラさん。あ、ハチニーさん、ありがとうございます。はい、中村ひろみ、あ、中村ひろみ、中村ひろみです。なんかコンビ名みたいになっちゃいましたよね。どうもどうも、中村ひろみです。中村ひろみのガチャガチャソング特大だ。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、今日のガチャモニターへのコンビ待ってましたでござる。毎週局内をガチャガチャに荒らして散らかしてる諏訪ひろみのガチャガチャソング特大だを楽しみに聞いている諏訪さんの大ボケキャラで大笑いをしてるでござる。今週の週末からは夏の高校野球が始まり、熱い戦いが始まるでござるが、今週末から始まる夏の高校野球が行われることにちなんで、諏訪さんに君を8月に熱くなれ生歌リクエストをよろしくお願いしますでごじゃる。これは聞いてみたいですね。確かに、君を8月に熱くなれってね。はい、さっき覚えたんですよね。あ、ありがとうございます。でも、まあ、高校野球ファンの人にとってみるとね、聞いてみたいって思うと思いますけどね。ちょっと、はい、行ってみます。はい、失敗したらごめんなさい。はい、いいですよね。はい、はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあひろみさんお願いします。どうぞ。溶けよ止まれよ、ただ一度奇跡起こした若者に雲が湧き立つ甲子園。すいません。はい、ありがとうございました。ひろみさん、ありがとうございました。いや、本当もう伝わりました。一番大事なところが、いやいや、本当に伝わりました。今ここはね、ちょっと難しいんですよ、うん、ねえ、あ、本当になんか難しい曲なんですね、あの曲は。え、覚えられないだけです。ねえ、本当にね。一番大事な、はい、君よ8月に熱くなれ。全然違うんですけど、すいません。今エコーが間に合わせません。もうぐたぐたです。ごめんなさい、ね、ありがとうございます。またね、リクエストお待ちしてますよ。でもこれ、はい、わかんないと思っても、うん、歌っていくと聞いたことがあるんですよね。あります、あります。でも今のすっかりはもう分かっちゃいましたもん、私なんか。大丈夫ですか。バッチリです。もうひろみさん、ありがとうございます。さあ、メッセージも届いてますので、どんどん紹介していきましょう。はい、リアルタイム待ってますよ。はい、はい、野球つながりでもう一枚、はい、スーさんからのメッセージいただきました。スーさん、いつもありがとうございます。ひろみさん、中村さん、おはようございます。おはようございます。佐久長聖高校甲子園出場おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますですね、はい、選手たちは県庁で挨拶をし、副知事に頑張って、うん、県民に勇気と希望を与えてくださいと、祝福、うん、されたということですね。はい、頑張りますと甲子園へ向かっていきましたよね。うん、はいはい、スーは初めてプロ野球を見たのは上田球場だった。上田県営球場、はい、変則ダブルヘッダーで、はい、大阪タイガーズ、国鉄スワローズ、松竹ロビンス、お、なんか懐かしいですね。はい、はい、
今の横浜 DeNA のことですかね、松竹は、小西監督で、このあと NHK の名解説者となられた方が監督をしていた時だったということなんですね、その時に、監督は名言で、まるで虎じゃないか猫のようだっていう風に阪神のこともね、なんかこうあの言う名言も発せられたということなんですけれども、この野球を見に行った時に球場にずっと流れていた野球こそという歌があるんですって、はいはい、灰田勝彦さんの、はい、そちら生歌でということでいただいております、はい、ありがとうございます。はい、ひろみさん行きますか頑張れるかな、野球小僧そうなんです、はい、今日は結構ハードルが高いものがいっぱいあるんです。そうなんです、はい、ね、今こう本番になって、私もあのひろみさんがどうして本番前にああいう表情だったのかって、ね、ちょっと伝わってきましたけども、はい、そうですか、はい、ハードルが高いですね今日は、はい、今日もですけど、なんかね、復習しないと今完全に飛んでますね、はい、後で復習です。はい、わかりました。じゃあ復習でね。はい。復習じゃない、復習ですね。はい。じゃあ他にも届いてますか。もう一個ちょっと紹介だけしておいて、はい、1分48秒です。と思います。はい。文京区の純さんからいただいた生歌リクエスト。はい。毎週木曜日 BS 朝日さんで放送している鉄道絶景の旅の主題歌、峠恵子さんの君だけの指定席をお願いします、うん、ご存知でなかったらさだまさしさんの主人公をお願いしますということで、はい、はい、どうですかひろみさん、はい、残り1分20秒です。最初のところだけいきます、はいはい、君だけの指定席、それは僕のすぐ横、いつもどんな時でも君にいてほしい場所。ありがとうございます。いい歌ですね。これね、好きなんですよ。いや、本当に素敵な曲。ただ歌詞がね、検索できなくて、はい、ちょっとその次聞き取りができなかったので諦めてここまでにしましたけど、はい、なんか本当素敵な曲なんですよ、ね、私たまに見てるんですこの番組。あ、ひろみさんもお好きなんですか鉄道が。これはかなり共感を呼んでると思います。詳しくはないんです、詳しくはないんですけど、はい、なので耳に残っていたのでちょっとパパッといけました。すいませんでした。 ありがとうございます、はい、東京文京区のじゅんさん、はい、聞いていらっしゃいますか、はい、嬉しかったですね今もね。いや、このように皆さんからね、生歌リクエストまだまだ待ってますので、はい、ひろみさんに歌ってほしい曲、はい、ぜひ、メッセージと一緒に送ってください。ファックス番号 0267-65-888 で、メールの方は FM 桜平ホームページからです。9時20分からの9分間もひろみさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります、はいはい、はい。待ってます。待ってます。今困ってます。リンです。毎週火曜夜8時30分から放送されているスワヤカのザックバランの中で、私の番組リンのマイペースな感じで丸が放送中です。番組ではあなたからのメッセージを募集しています。アドレスはリン @青春.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。丸、Let's go in search of the charm of Sakdaira 76.5 FM FM Sakdaira。9時20分も元気に、諏訪ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ひろみさん、メッセージもね、リアルタイムどんどん届いてますよ。はい、ありがとうございます。福島県のみみちゃんさん、はい、諏訪さん、斉藤由貴さんの曲ありがとうございました。ちょっとですいません、ありがとう。とってもとっても素敵でしたよ。いや、嬉しいです。中村さん、今日は旦那さんが牛の競りに行ったので、諏訪ひろみさんとともにワグモに最後まで聞けそうですということでね、メッセージいただいて、牛の競りに行ってる旦那さんがということでね、はい、今日もね、ミミちゃんさん、いつも福島の農業を支えるために頑張ってくださってますけど、ね、ひろみさん、はい、一言お願いします。はい、ミミちゃん、今日もありがとう。ピンクで頑張ろうね。放送後期もしっかり読んでくださってるひろみさんです。ありがとうございます、ね、ピンク大好き、ピンク大好きつながりですね、ミミちゃんとはね。そうですね、いつも好きだし、ね、はい、はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ひろみさん、どんどん読んでいきましょう。はい、さっきの歌を行かないといけないんですね、はい、歌行ってみたいと思います、はい、野球小僧を行ってみたいと思います、はい、お願いします。野球小僧にあったかい男らしくて純情で、燃える憧れスタンドで、じっと見てたよ背番号、僕のようだね君のよう、 Oh
がらかな、ほがらかな野球小僧。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、野球小僧って曲僕初めて聞いたかもしれないですね。そうですかね。なんか本当にね、はい、明るくなるいい曲ですね。なんか野球にまつわる曲って本当たくさんあるんです ね。改めていろいろ勉強になりますね。野球に関する曲特集とかでもやってみたいと思いますから、皆さんぜひ ね、送ってください。はい、はい、それで、はい、じゃあちょっと今日聞いていてくださるので、はい、これをちょっと歌ないといけないんですけれども、はいはい、昨日山岸さんからリクエストいただきました。昨日ねイベント会場山岸さんですか。です聞いてますか山岸さん。聞いてますか、はい、すいません。ダンシングクイーンをちらっと言ってみたいと。ダンシングクイーン、はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、じゃあひろみさん準備が整ったらお願いします。はい、どうぞ。 You can dance, you can jive, having the time of your life. Who's she that girl? Watch the scene, digging the dancing queen. Friday night and the light alone, looking for other lovers to go. Where they play the night music, get in the scene, you can be the cooking. And when you get the chance, you are the dancing king, young and sing only 17. Dancing queen, feel the beat from the tumbling, yeah. ありがとうございました。ありがとうございました。いやーすごい英語。ちょっと違うかもしれないけど、いやいや、その後まあ最初の You can dance に戻るんですけどね、時間がすごくありますので、本当に完全燃焼ですけど、いやダンシングクイーン、はい、ね、天野ダンシングクイーン、あーひろみさんバージョンもいいなと思った方たくさんいらっしゃると思いますけどね。もうね英語大変です。英語すごいですね本当にね。あ、口が回らなくなりました。日本語も回らないんですけどね、ひょひょ。はい、はい、その他どうでしょうかひろみさん。あ、さっきセーラームーンがあったんですよね。はいはい、そう、会津若松の五右衛門さんですかね。はい、セーラームーンのリクエストありましたね。はい、はい、会津若松の五右衛門さんのメッセージ。諏訪さんおはようございます。おはようございます。生歌リクエスト突然ですが、これダリさんってお読みするんですかね、うん、DALIのダリのムーンライト伝説をお願いします、はい、いうことですけど、ひろみさんこれどうですか。はい、これは、はい、すいません、歌えます。あ、歌える。さすがひろみ、どうしたんで、どうしたんですかひろみさん。これ昔よく歌ってたんです。あ、そうなんですね。月に変わって押し焼きよっていう、ね、いいですね。すいません、子供時代を思い出すっていうね、はい、今高校生の皆さんもいらっしゃると思いますが、はい、からね、はい、ショートバージョンで行ってみたいと思います。はい、じゃあお願いします。どうぞ。ごめんね素直じゃなくて、夢の中なら言える、思考回路はショート寸前、今すぐ会いたいよ、泣きたくなるよなムーンライ、電話もできないミッドナイト、だって順調どうしよう、ハートは万華鏡、月の光に導かれ、なんとも巡り合う星座の瞬き数え、占う恋の行方、同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス。イエーイ、ひろみさんありがとうございます。いやーひろみさん本当すごいですよ本当に。もうありがとうございます。もう幅広いですよ本当、洋楽から、ね、もうアニソンからってね。ひろみさんまだ読めるやつってありますか。メッセージは大丈夫です、はい。じゃあ千葉県のうさぎのゆきちゃんさんからメッセージいただいておりますけどね、はい、私のアイドル最強伝説、うん、リボンでした。知ってます、リボン。わかります、なんとなく RIBBON リボンさん。そして中学生の頃は細川文江さんでしたね。あ、ね、
風味、そう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 、なんかね、風味ね、可愛かったですよね、風味さんね、可愛かったですよね、ふんわりね、はい、AKB ではゆうこちゃんですっていうね、大島優子さんね、王道ですね、王道言ってますね、はい、昨日妻と子供が里帰りしましたってことね、うん、あれだったんですけど、つかの間の独身生活ですよね、うん、今日から一人暮らしですってね、寂しいな、早く帰ってきて久しぶりにひりきな、我が愛車で高速を走りました、ちょっぴりビビりながらってね、諏訪さんにリクエスト、はい、いすゞのトラックの歌をリクエストっていうね、突然届いてるんですけど、いすゞのトラック、プロトラックドライバーのイケメンリスナーさんたちに届けってことで、もしよかったらいすゞのトラックの歌をリクエストいただけない、答えていただけないでしょうかっていうね、最後に来てすいません、なんかなんだろう、何でしたっけ、いすゞのトラック、今よくわかんないんですけど、出てきたのが燃える男の赤いトラックとか、あ、そうそうそう、僕も同じの見えてる、これ違うんですかね、燃える男の赤いトラクター、それがおまさかのデュエットってまさかのデュエットが赤いトラクターだったってありがとうございます、ひろみさんすいません、本当に勝手にデュエットしちゃいましたけど、はい、どうですか、ね、いすゞ、残り1分20秒ですけどね、はい、でもこれは宿題にした方が、そうですね、来週以降の宿題にした方がいいかもしれませんね、本当にトラックに乗ってる方で、はい、いろんな、なんかいろんな皆さんが、やっぱね、トラックドライバーの方もね、このワクワクモーニング多いですからね、嬉しいですよね、まあ、ちょっとテンションが上がるひろみさんにね、まあ、せっかくサイマルラジオとかで聞いてくださってる皆さんね、はい、スマートフォンで聞きながら運転されてると思うんですけどね、はい、これ聞くと運転こうはかどっちゃうんだよなっていうね、リクエストを受け付けたいですね、ひろみさんね、そうですよ ね、はい、さあ残り48秒になりました、千葉県のうさぎのゆきちゃんさんね、またね、来週以降ね、はい、お答えしたいと思います、さっきの曲は絶対違う感じの検索はできない、赤いトラクター、違います、トラックじゃないじゃないか、トラクターだろそれっていうね、ツッコミのね、もう一斉から来そうですけど、ね、来そうですけど、全国各地にね、本当に、ね、皆さんどうもありがとうございます、はい、はい、ひろみさん残り25秒になりました、また来週になりますけどね、まあ名残惜しいですが、はい、リスナーの皆さんに一言メッセージお願いします、はい、今日も素敵な一日を、熱くなりそうなので熱中症とかに気をつけて頑張ってくださいね、はい、本当にたくさんのメッセージありがとうございました、また来週、すわひろみよろしく、素敵な野球構造を歌ってくれてありがとうございました、実は来週この曲リクエストしたいと思っていました、台湾のひろさん、そうなんですか、またリクエスト待ってます、待ってます。